なあ、ミッドレーンにケイトリンが来たならボットで AP バルスやってあげてってことで開始。ここでバルスのティップスを説明します。痛い。見て、サポートが非常に濃い CC を持っている場合、痛い。イグナイト打たれました、僕。すごいいくね。忘れてた。死んだ。死んで笑ったー。相談で死んだわ。いた。1レベの長弾一番強いからな。なんか味方が強めの CC 持ってるときは1、2って取った方が強いよっていう話しようかなと思ったら死んだわ。ウケる。まあ1ですなんてないようなもんよ。これてか地味にだるいな。これ地味にだるいぞ。このアローを避けようとしたら砲弾が飛んでく、逆だ。これだるいぞ。うぜえわ。イライラしてきた。普通にイライラしてきたな。この連戦イライラするな、非常に。でも言っとよかったのに、今言ったらんかいや。ボンアマはげた。惜しい惜しい、非常に。もうしょうがない、これどっちかに当たるのは。何しようね。うん、そうなんだよ。ウルト打ったら勝ちだよ、もう。カチカチ山のああ、たぬきさんね。イージー。ボットレーンの 1S なんてもう本当にゼロみたいなもん。ゼロデスだわ、俺まだ。今ゼロデスになりました。これすごいね。しのげ。あ、取れるって別に取れるよ、それフラッシュしなくても。だったら違う、もう1キルちょうだいよ。だいぶこんなんだいぶせえ。あ、仲良くできないかも。あ、待って、W 出てない。W 出てない。W 出てないよね。そっちかい。レッシュバルス強いな。レッシュバルスって強いよね、絶対的に。これさ、思ったけど、もうトリフォーが強いんだったら普通にもうルナハリとかも、いや、そんなことはないか。AP バルスが強いんだもんな。でも AP バルスの動画、みんな見てるもんね。どうする？何積むの？なんかテイスティング欲しくない？その別の。なんか別のテイスト欲しいよね。これでいいのよ、こんなんで。ゴーストもっと鳴らすぞ。こんなんでいいのよ。こんなんでいいんやから。こんなんでいいんよ。もうボットレーなんて。ナイスー。ボットレーなんてもうこんなんでいいんやから。ね、ゼロだったでしょ。俺 1S してなかったでしょ。ゼロですやったやな、俺。やっぱり俺はゼロデスだった。あー、俺の戦カメクリックさん、スーパーミニオンかなね。サルメシアンさん、いっぱい。避けられた。ない。前出ろー。スキル分け。おいー。セヌアルさん、こんばんは。今ジンクスってどうなんすかね。ジンクス、待って、ジンクスの話してたら襲われてんじゃねえか。ワースゼロです。ジンクスはね、まあ強くはないよね。でもお前賞味別になんか丁寧にやれば強いよ。弱くはない。全部弱くない。弱いのトリスぐらい。トリスアンチすぎる。俺なんでこんなトリスアンチなんやろ。ドロキル発生。でもこのバルスマジで強いよな。普通に強いわ。なんかトリフォーカラーが強いね。なんか知らんけど。届かんな。届きそう。念押すか。NR さん、ランダムミッドやってるとき特に強い思ったのがゼリちゃんでしたね。何あいつ。ゼリね、あんま楽しくないよ。なんか爽快感を得れる試合が少ない。もうこれ今だってもうすごいバルス心地いいもん。心地えを今、心地えってなるまでにやっぱね時間かかるキャラクターはもうイライラするよね。あ、これリフトメーカーからだった、そういえば。でもまあこっちの方がエースが気持ちいいわ。エースが気持ちいいですね。おい。俺されたいんか。俺されたいんかい、言うとね。おーい。ピューン。トロール？ナチュラルトロール。君にはいい日だろ。ナチュ相手に。なんやこれ、わら。やばい。セヌアルさん、なんだ。うおー。バレてたんだけど。俺が押そうと思ってたのに。宗盛さん、いい。いや俺ドローロールってなんか。タルメシアンさん、わらわら。強だよな。いや俺のはちょっと深すぎた。俺が深すぎただけ今のは。誘導終わっとるなケイトリン。おいしばらく戦えよ俺と。よくもやってくれたなさっきは。やばいシバナラルちょっとファームしとけばちゃんと強いやつ出てるこれ。やだ俺のミニオン取らないで。赤いね。なんか1位のビルドパクったんじゃんケイトリンの。うん、そのビルドパクったんじゃん。打っとったら倒せたかも。天下メフリックさん、謙虚なので疑問に思いません。やばい、なんか生きろ、うわーみー。ね、このゲームの知見って思ったより強くないよね。普通ではないかもね。でも別に知見ラピファもでも思ったより確かに弱くないな。むしろ心地いいかも。いやむしろ心地いいな。ちょっとそれ知見ラピファケイトリンやるか。心地いいぞそのビルド。住みよいかも。フリットフットワークはうんちやな。フリートフットワークっていうルーン終わってない今割と。 ADC で取り外しの時ってどういう場面で積みますかって。なんかもうねビルドは固定ですほぼ。もう多少です。ペイト消えたね。 AD ダメージのあれが減ったからね。取り落とすものってアッシュとエズとこの AP バルスぐらいじゃないの。あとあれかベインか。ベインも積んでいいな。なんかベインのやつ積んでるのはなんか HP と MS なんか AS のアイテムがないからみたいなとこあるけどね。なんか何のひねりもない。あ、ゼリーも積むか。固定やね。もう基本クリットの方が強いからな。クリットじゃないキャラが少なすぎるよな。ね、あ、でもね、バルスはね、一応コンボってことじゃないけど、まあなんかコンボって言ったらいいのかな。一応紹介する。うるっと喋りながら喋ってたら終わってた。こんな感じでさ、ダメージおもろかった。途中なんかあんま真面目にやってなかったけど、キャビアさん次開催お願いします。バルスってさ、まあ、別に AP でも別にめちゃめちゃ初歩的な話するけど、めちゃめちゃね、めちゃめちゃ初歩的なことは話すと、理想論で、理想論教えてあげよう、おじさんが。陸敗北おじさん、こんばんは。こんばんは。ワイルドリフトへようこそ。どこが見やすいかな、ここでいいか。NR さん、いや、ウルトハットレシオないか。このこれだね。この通常攻撃が42の追加魔法ダメージを与えて6秒間なんて読むかわからないの呪いを付与する。コッシーカッシー3スタックみたいな、まあ、3スタックまで付与する。でその後、まあいいとQを打ったら強くなりますよっていう、まあめちゃめちゃ普通のことが書いてあるんだけど、まあウルト打ったら、まあ、たまるわけよ。ただたまるんだけど、この分かる、この増え方、増え方分かるかな。あ、間違えた。ダーンダーンで分かる。打った瞬間ダーン、3スタックじゃないのよこれって。ダウンって。だからまあ理想論、まあ普通にダメージ出すとしたら、まあ、3スタックでスキル落ち続けるのがいいわけよね。123で打って123、あ、まあこれ2押しながら3でビヨーンが、まあこれ一番ダメージ出るんだけど、ウルト打った後にすぐたまんないから、これが一発殴った方がいいのよね。これで一発殴るとちょうど3になるので、123ボーン、これ一番ダメージ出ます。このすぐたまらないとかって意外と知らないかもね。これ123なのよ、相手も123なのよ。だからまずやって一発殴って123ビューンで減少体力パーセンテージダメージ3から打つのは12減少12か2減少体力パーセンテージダメージがあるから、3から打った方がお得みたいな感じもある。ビューンっていうこのスタックを意識やね、アルスは。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よければよろしくお願いいたします。